第50回 NHK 紅白歌合戦は1999年12月31日に NHK ホールで行われた通算50回目の NHK 紅白歌合戦。19時30分21時20分及び21時30分23時45分に NHK で生放送された。伝説のスーパーヒーロー賞の曲目歌手紅白50回雑。 エンターテイメントの曲目、歌手、スポーツヒーロー賞の曲目、歌手出場歌手が決定する以前、マライア・キャリー、ローリング・ストーンズといった海外の大物アーティストが出場するのではないかと一部スポーツ新聞、民放各局のワイドショー等で報道されたが、実際には出場しなかった。スピードは解散前、最後の出場となる。スピードは、その9年後に再結成し、 同年の第59回に再出場を決めた。石川さゆりはこの年、個人事務所が立ち上げた事業に関する不正融資疑惑が報じられたが、最終的に問題なしと判断され出場を決めた。3ヶ月の期間限定でオリジナルメンバーにより再結成した5代後代醐が第31回以来19年ぶり3回目の出場。 南春男が第40回以来10年ぶり31回目の出場。紅白プロデューサー、磯野勝美によると、磯野の担当番組、二人のビッグショーにサンパが出演した際、もう一度紅白へ出たいと打ち明けられたことが再出場のきっかけになったという。この時点でサンパは前立腺がんで体調低下が顕著となっており、 自身の出番以外はほとんど楽屋で横になっていたことが、磯野によって明かされている。また後に2005年12月29日放送の、あなたが選ぶ、思い出の紅白、感動の紅白内で、北島三郎が、この時、体調悪かったんですよと、本紅白での散波について語った。翌年は、落選、2001年4月に栄民、南の生涯最後の紅白出場となった。 八代ロアが第44回以来6年ぶり21回目の出場。原田優里がデビュー18年目で初出場。演歌歌手からは唯一の初出場となった。かぐや姫が初出場。この年8月、福岡で開催された南高設サマーピクニックドリームにかぐや姫の3人が集結し再結成したが、紅白のスタッフが偶然にもその会場に足を。 運んでいたことから実現したものである。当初は紅白の一日限定での再結成の予定であった。しかしファンからの反響は大きく、メンバーが手紙やインターネットで署名を募集したところ、コンサートを要望する声が多く寄せられた。その結果、翌2000年には、かぐや姫としての全国ツアーが開催された。野猿が初出場。これにより、 木梨の利武は3回目の初出場にではトンネルズ。第47回ではケンザ、健ロージョージ山本として。メンバーには、フジテレビの裏方スタッフが含まれていることから、民放テレビ局の社員として、初となる、紅白への歌手としての出場となった。メンバーは、トンネルズ初出場の時と、同様、アフロヘアーのかつらをかぶり、紅白に全身を塗った格好で登場。 メンバーが並ぶと、借り込んだ頭に、ありがとう紅白1999と読める、メッセージが書かれていたほか、達度を表現した、組文字を披露した。この初出場の舞台裏の映像は、フジテレビ系列、トンネルズの皆さんのおかげでした内で後日に放送した。瞬間視聴率70.1%、歌手別最高視聴率を狙うと意欲を見せていたが、結果は、ビデオリサーチ。 関東地区調べで瞬間視聴率52.8%だった。この年の初出場は野縁の他にもサムシングエルス、19、鈴木アミ、ヒステリックブルーと民放番組からブレイクした歌手が目立った。元ザ、スパイダースの酒井正明、ムッシュかまやつ、井上隆これからなる3人組、サンズフィルターが初出場。酒井は、 白組司会として出演した第44回以来、出場歌手としては第27回以来の紅白出演。酒井は裏番組第41回日本レコード大賞の司会を掛け持ちしながらの出場となった。宇多田光は6月の段階で NHK が出演交渉を開始していたが、10月5日に学業優先のため、冬休みは、 レコーディングに専念したいことを理由として NHK に出場辞退を申し出、それを受ける形で14日 NHK が出演交渉を断念した。なお、宇多田の母親、藤恵子にも出演交渉がされていたという。前回出場したルナシーはこの年新曲を出していないことと新年1月1日午前0時からライブを行うことを理由に辞退。同じく前回出場した ジュディーマリーは活動休止中のため出場せず、工藤静香、香原智美、橋幸夫、山本ジョージ、チューブ、TM レボリューションらは落選した。その他、NHK が出演交渉を行った、松東谷由美、井上陽水、矢沢永吉、サザンオールスターズ、坂本隆一らの出場も実現しなかった。松東屋に関しては、事前報道で出場に前向き、 大晦日にカウントダウンコンサートを行う東京国際フォーラムからの中継で出演する演出も検討されているなどとも報道されていたサザンオールスターズについても復帰出場が濃厚と報じられたがこれも実現せず今回までそれぞれ初出場以来13年連続出場をした谷村真嗣、12年連続出場をした堀内隆夫は 翌年の第51回はアリスとして初出場を果たした関係上、今回で連続出場がストップした。初出場以来3年連続出場のグレーは今回が最後の出場となっている。翌年以降、出場を辞退し続けている。共に2年連続出場のグローブとキロロは翌年落選し、今回で連続出場が途切れた。グローブは 今回が最後の出場となっているが、キロロは第52回で1回限り復帰した。帰り先出場をした、後代後、初出場した、重盛あゆみ、早見健太郎、かぐや姫、後代後、サムシングウェルス、サンズフィルターらは今回以降出場がない。松高子は第68回で復帰を果たしている。50回という節目の回らしく大物。 人気のタレントが大量に番組の随所に登場し番組を賑やかに盛り上げた AB c 会社発表日刊スポーツ1999年11月5日付爆笑問題歌手デビューサンスポーコム1999年10月21日第46回に t o k o のバックダンサーとして出演第47回に 近藤雅彦の応援として出演。ABC 局時に発表、日刊スポーツ、1999年12月21日付。前日リハーサル、日刊スポーツ、1999年12月31日付。http:/www.news-pos。 tseven.com スラッシュアーカイブスラッシュ 20131222231917HTML 女性7 2013年12月26日号2014年1月1日号ビデオリサーチ者調べエビ号広見7000万人が見たサンスポーコム2000年1月4日 http://zardst.tripod.com/.extern/.sponichi.html T H E スポーツニッポン nhk 宇多田の紅白出場正式断念ザックザック1999年10月15日山川とコラボ石川さゆり疑惑乗り越え紅白出場ザックザック 1999年12月1日。苦渋の人選、ミレニアム紅白大、ピンチ、ザックザック。1999年12月2日。ABCDEFGHIJK 出場歌手、発表、日刊スポーツ。1999年12月2日。AB 再結成、かぐや姫、中年パワー爆発だ。サンスポー、コム。 2000年5月13日。AB 聖子、3年ぶり紅白復帰。里と対決も、サンスポー、コム、1999年12月1日。本番、日刊スポーツ、2000年1月1日。AB 宇多田光る紅白事態、スポーツ放置、1999年10月14日。 読売新聞1999年10月15日付東京長官38ページ5ーラ紅白歌合戦の真実337ページユーミン紅白初出場へ最後の大物口説き落とす中日スポーツ1999年11月10日サザン16年ぶり紅白復帰スポーツ放置 1999年11月17日。ありがとうございます。